ギャー。返事はないですね。ここには誰もいないでしょう。閉じ込められちゃったね。はい、セーブしました。これなんだ。黒丸白バツという意味だろう。台座のように見えますね。儀式の際にお供え物を置くのでしょうか。これはこれ襲ったりしないよね。大きな石像ですね。何かの儀式に使うでしょうか。あとは大きな壺だ。壺の中から火が出てる。あと大丈夫そうだね。でやねん。なんでやねん。怖い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 。なんかどっか。いや入るねー。トーン。ダメだ。ちょっと待って。はい。という夢を見ました。まだ何にも手に入ってないから大丈夫か。そんなに戻されてはいない。これ調べたぐらいだもんな。現れんのかな、また。びっくりした。ちょっと待って、怖いな。また青鬼出てくんじゃないのこれ。よかった。ん？音が鳴らないけど。大丈夫？音鳴らなくなったよ。並んでるだけ。白の人形もらった。黒バツだっけ、なんだっけな。あとはなんかあるわけでもないと。なんもないな。てか音がなくなったの、なんだ。ちょっと一回セーブしよう。怖い。ああ治った治った。音治った治った。よかった。大きな壺がある。ここ来たらもうおしまいじゃん。ここに青に来たらもうおしまいなんだよな。何もないよ。俺はこの人形しか持ってないよ。お供えすんのかな、ここに。これをダメじゃん。ってことはこれなんだっけ。大きな壺、中身真っ黒。あ、なるほどね。こういうことだ。はい、そういうことね。青に来るなよって、こういうことだ。マジか、びっくりした。あっぶね。あぶね。ほぉ、ほぉ、あ、びっくりした。ボーン、怖かった。そんなの私聞いてない。やだ、話して。この声はもしかすると近くに皆さんがいるかもしれません。早く見つけ出して村から脱出しましょう。そうだな。こっちか。お、なんだこれ。はいはいはい、そういう系ね。
ちょっと隠れられる場所少なくねえか。セーブセーブセーブ、よしセーブした。隠れる場所少なくねえか。ちょっと俺青に速攻で殺されるけど、何回死ねるんだろうなこれ。うえー、燃えてる。なんだ左目充血してますけど。あ、なんかボタンだ。ここ？あー、部品がないのか。こっち火ついてないの、なんだ。中には何も入ってないようだ。はい。重いのかな？なんかたまに固まる。そろそろ来るんじゃないの？青に。じゃ、ここでセーブして。もう怖いよ。いつ来るか。あ、もうなんか青いもん、あそこ。なんか書いてある。黒く読めない者たちは、清めの水で、何？神の裁きを得た。よくわかんない。怖え。は？はん？ぶっこれちょっと心臓やられるわ。怖え怖え、くんなボケ怖え。行くんで。バカダメでしょ今のダメでしょ。え、なんで一回今ロッカー見たの今一瞬あのシャックの後ろ姿っていうか、あのロッカーに向かってるシーンがあったけど、どういうこと？もう一回行きましょう。こっからだから、あ、出た。また音がないじゃん。音がないから、なんか迫力がないっていうか。おお、バカ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 。お、いけた。ちょっと音がなかったので再起動しときましたけど、治ったんかな。あ、治った治った、よかったよかった。青鬼から逃げてやっと来れたっていう。穴開いたよね。え？え？穴開いた。え？治ってるけど床。どうして？マジ？ちょっと待って、このさっきの本、黒く清めの水で、なんかをこう水になんか持ってんの？持ってないよね。これ調べた時に一回逃げると、まず穴開いてないし。バカじゃないの？さあ、はい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 、上行って左、オッケー。バカバカバカ、何やってんだよ、何やってんだ、止まるな止まるな。ちょっとあのトゥイントゥインって音がないんだけどなんでトゥイントゥインがないの迫力なくないこれ大丈夫？あのロッカー毎回使用するね俺。ん、あ、オッケー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 。ちょっとお世話になるねこのロッカー。これもう一回拾うのかな。で洗うのかな。洗ってどうすんの、どこで使うの。洗いますよ。
0601。仕組みがよくわからん。なぜそうなった？0601。なん0601。0601。これだ。これでいいんだな。開いた。ロッカーの中何開いてる。え、はい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 、あの銅像に入れるんですね。左目かな。はい、もうそれ出てくるんじゃない。ちょっとセーブします。はい、セーブ終わりました。セーブ忘れそう。さーて、これを部品を、あー、そういうことか。こっちのスイッチだったね。押す。え？ん？なぜ？何がダメ？何も起きない。なぜ？じゃあどうすんの？何も起きないじゃん。はん？はん？いやー変な声出た。いやなるほど、そういうやつ。はいはいはい、あー、なるほど。ってことはこれを燃やすんじゃない？ん？入ってる。これをスイッチをオンにすると入り口の方から音がしましたね。行ってみましょう。どこだ入り口って。お、ワープしたぞ。皆さん見つかりますね。どこ行った、みんな。なんだ。セーブはこまめにしましょう。もうこれ取り返せないの？返して。これミカちゃんからもらったの。返して。ダメか。なあ、操作むずい。左に行ってくれない。ちょっとお賽銭からこう、いくらかもらえないの？西の方からつったけど。ああ、はいはいはい、西ってこっちね。ちょっと方向音痴なんで、すいません。左です。先ほどのドアはこちら側の扉が開いた音のようです。入ってみましょう。扉？あ、ここ？ここもなんかお供えするのかな？ちょっと待ってな。セーブな。オッケー。誰かいたら返事をしてください。もう青いなんあの人の体どうなってんの。なんで青べちゃって青いのがなんかつくの。こちらでも返事ありませんね。お約束。また閉じ込められたようで仕方ありません。こちら側も探してみましょう。探ってみましょう。なんかとりあえずこのべちゃっとしてるやつ、べちゃっと嫌な色。待って、あれを把握しよう。ここ隠れられる場所だ。はい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 。水の中に何かが見える。あとは何かかかってる。次はこっちは煙い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 。なんて言ってんの。あ、あったかそうだ。いいじゃん、つかりなよ。ここしかないか。スイッチがある。押していいの？オッケー。
いや、押すんだよ。何があるの、これ。どうか読めない。誰、トイレ、トイレ入ったような音が。このうわ突っ込んだし、俺突っ込んじゃったよあの先行けないのかな。やっぱり同じ過ちを受ける。あ、てか音がまた一回死ぬために音を失う残念ながら。水が流れる音は全然しないけどまあいいでしょう、水は流れた。鍵の型隠れとく。音聞こえないもんって音聞こえないんだもん。まあいいや、ちょっと待って、一回セーブしよう。よし、音復活したかな。あ、オッケー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 。これ死ぬたびに多分音消えるシステムだわ鍵の型どこで使うんだ。知ってる、なんか片っ端から使ってみようかなって思っただけこっちは、あ、こっちの鍵なのかな、これは。ってことはここでなんかすんのかな。でもここ出てくるよ。さあ、だから一緒かい一緒かい。そこあのそこなんかあのフラグが立ったからもう出ないとかじゃないんだね、うん、学習能力ねえな、シャック。はい、再起動しました。音復活しましたね。アイテムはもう手に入ってるからここに突っ込むだけだ。ふっ、やっ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 、あの井戸に入る。オッケー、よし、逃げれた。もう行っても大丈夫でしょ、もう行けるっしょ、もう出てこうへんやろな。はい怖いな。やだ、話して、なんで私はこんな目に。さっきあんたの声聞いたけどな、また女性の声が。ん、これは千歳の声、誰かに捕まっているようですね、早く助けに行かないと。お、え、何何、中に何か入ってる。はい、割ったりしないとダメってことね。あ、隠れる場所見っけ。型って村の大祭儀もうすぐだから、そろそろ準備しないと。村の外へ最後の生贄を探しに行ったやつはちゃんと連れてくるだろうか。大祭儀は絶対に成功させなければ。はい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 、はい、なるほど。今回は言っちゃっていいのかよそれ言っちゃっていいのかよ。うん、ここに逃げるのね、思いました。ちょっと待って、アイテム、針金使用する。おう、こんなんであれだからね、鍵ができちゃうからね、怖いよ。さあ、行きましょう。ここを開けたらまだあんのかな。なんか光っとる。バケツ、バケツ、これ何、なんかこの模様さっきもあったな。台座がある。オッケー、バケ
月、あ、これだ。このマーク何？これ取れんの？違うのか。バケツはここだよね、多分。お水が欲しいんです。お湯を汲んだ。で、どうすんだろう、これでも。どこで使うんだろうな、お湯。なんかもうここトラウマなんだけど、また出てくんのか。これ実は、これ溶かすのかな。溶けるんかーい。赤い部品だ。あ、もうないんだ。じゃあそこ、ここら辺の氷とかもなんか溶けない。もうバケツごと使っちゃったよ。なんでバケツバケツ使ったらなんでバケツ消えんの。お約束？さっきのところにこれだな。よし、はまった。よし、ポチるよ。どこで湯がない。だからトイレの音なんよ。なんだろう。あそこ通れるようになるとか。来るよ来るよ。ちょっと待って。さあ出るよ来るよ。青に来るだろう絶対。来ないんかい。なのに。いけるようになってるよねやっぱ。うっすうっす。どもっす。青にチーズ。オッケー。青ね。はい。この一方通行でどこに消えたし青に。べちゃってなってる。べちゃって。左目。ここは？あ？張り紙。さっきのマークだ。どういうことだ。あ、パスワード必要だ。え？これだけ？なんか意味深だな。なんだろうこれ。なんかこう、え？ 4？ なんか数字なのかなこれ。ちょっと一旦ここで終わっていいですかね。ちょっと結構長めに撮っちゃったので、次回はじゃあこの謎のままだね。多分ここの数字が出てくるんでしょうね。これで次回じゃあそっからで、こっからじゃあもうここでセーブして終わりたいと思います。はい、セーブが終わりました。ではご視聴ありがとうございました。また次も見てください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、バイバイ。